にそこは気にせず、もう誰が相手でも食らいついて勝ってやろうと思いながら練習してきたんで、はい、そこは大丈夫です。すごい恵まれた環境に来れて、でいつもきつい練習で先輩たちにも優しくしてもらいながら練習では厳しくさせてもらったおかげで、自分の実力はまだまだ上げていけると思うんで、自分のやっぱ持ち味を出して駆け引きでどんどん勝っていきたいです。インターハイでは最高の動きできるように、で勝てるように頑張ります。